はい、皆さんこんにちは。佐賀キャッツでございます。3時をちょいと回りました。7月は31日のウェンズデーでございまして、お昼ご飯を食べてね、ちょいと寝てたんです、でね、2時過ぎに1回起きてね、で、まだ2時過ぎやんと思いながらね、ふーっとなってですね、まだ夢を見ましてですね、なんかちょっとえぐい夢見ましてですね、で、ほんでうっと目覚めたらですね、3時前になっています。どんだけ寝てんやったんですよ。最近ね、暑いでしょ。暑くてね、夜がこう寝にくいんですね。もともと夜中に何回も何回も起きる人間なんですけど、最近特に目覚めたらですね、寝られなくなるんですよね。あれ、暑いせいだと思うんですけども、はい、で割合睡眠がですね、浅くて、ですね、薄いのかな。で昼間寝てしまうんですね、気持ちいいそうか、こう寝起きって機能しませんね、はっきり言って。いや、だから寝起き機能しないでね、ぼーっとニュースを読んでるかですね、今さっきはメールの処理をしてたんですけど、してるからで、あんまりこの、いや、やろうと思ったらできるんですけどね、ぼーっとしながらお話しするのもですね、何か失礼かなと思いまして。で、今日は金利が上がってますでしょ。で、どないなってんのと思って見たらですね、なんと金利上昇に対して日経平均はプラス575で答えましたね。出足マイナス500やったんですね。昨夜遅くに日経新聞がですね、明日というか、まあ今日ですね、今日利上げすんでっていうのを伝えて、夜中の2時何分とかですよ。もうふざけんなと思いましたよ。その、どういうね、どういうつもりでその夜中の2時に出すんでしょうね。君ら日本銀行ってつるんでるやろと思ったんですけど、つまり昨日会合があったわけですね。30、31なんですね。で、昨日の会合で大体もう利上げは決まっていたわけですよ。日銀の政策なんたら委員の7人がいて、そのうち誰かがですね、日経新聞漏らしたんですよ。で、漏らしたのはいいけどもですね、出すのは夜中にせよって言うんですね。その日中に出すなよって言うわけですね、きっと。で、2時頃に出しますとですね、朝起きたですね、相場関係者がですね、朝一ニュースチェックしますから、それで、今日やっぱり利上げあんにあって、この知るわけですね。で、そこから始まるわけであって、空いた場面ではですね、日経平均が始まった場面ではマイナス500なんですね。それが終わってみたらプラス575って、まあ1000円以上動いてるわけですね。ふーんっていう感じですね。はい、でですね、ドル円はですね、152.42 と、まあ、昨日に比べたら円高ですね。まあ、でも思ったよりもサプライズではないですね、これは。ある程度、先週ある程度織り込んだ感じがしましたね。で、なんか知らんけど円高になってるやんみたいな感じ で、これはもうちょっとじわじわっとですね、まだ明日、明後日ありますからね、7月は。で、動くんちゃいますかね。はい、ドルウォンはですね、最近のパターンでですね、朝ドドンとですね、ウォン高にして、あとウニャウニャって言うんですけど、今日は昼間もですね、お昼過ぎからまたウォン高になってて、とうとう 1377.89 と、いや、こっちは頑張ってるわ、大丈夫かなと思いますけどね。なんとしても1400までは行かせないというのを、こう、あれに気迫に満ち満ちてますね。でも、ほんまに大丈夫なんて、ドル足りてんのみたいな、そんな感じがします。さて、ですね、結局ですね、金利に話もですと、0.25 っていわゆるまともな幅なんですね。大体、アメリカの FRB がやるときに、基準が1回 0.25 なんです。ところが2022年、今から2年ぐらい前にはですね、アメリカすごい物価高に見舞われてましてですね、国民の間からはですね、どないしてくれてこれみたいなんですね、なんとかしてくれというふうなですね、声が満ち満ちていたんですね。で、そこで、ですね、1回にね 0.75、3倍、本来の3倍の幅をガーンと、それも2回連続とかね、1回休んで、3回連続とかね、やってたんですよ。だから1年半ぐらいの間にですね、5.5% 切り上げたの。5.25 かな、正確には。もう、
むちゃくちゃですよ。それでもね、そんなにアメリカの景気悪くなっていないというか、好調が続いてるんですよ。経済学のセオリーはですね、景気がですね、悪くなるんですね、金利を上げると。それももともとゼロ近辺やったのがですね、 5.5 まで上がって、大丈夫かいアメリカ経済と思ったら全然大丈夫なんですよ、今のところね。今のところまあいろいろ支障も出てますよ。去年の春先はですね、シリコンバレーバンクなんていうのがですね、飛びました。あまりの金利上昇に耐えられなくなったわけですね。で、今年はですね、日本の農林中金というですね、地味ながらすごい銀行ですね、日本の。が、1兆5000億の赤字を出すと発表しました。ふーんという感じですけど。まだもうちょっとあるんちゃうかなと。まあでも、資産がね、100兆円あるような銀行ですから、1.5 兆ですね、赤字出しても、まあまあ、経営が揺らぐということはなさそうなんですけどね。いやびっくりしましたよ、ほんまに。まあ、それはいいとしまして、なんかね、だから経済学のセオリーってね、もう、なんていうか、もう揺らいでるんですよ。はっきり言うて。景気が悪くなるからですね、日本銀行なんていうのはそれを恐れてるわけなんですね。僕らも一応インフレになったでしょう。10% 以上上がった感じがしますよね、この 2,3 年で。でもそれでも金利を上げずにずっとなんもせえへんかったわけですね、日銀は。で、今回 0.25 上げたら、本来景気が悪くなるんでですね、日経平均は下げるはずなんですね。まあ、ところが多分相場関係者には先々週あたりからもう上がんでというようなあれは織り込んでいたんでしょうね。織り込んでというか、リークしてですね、で株価も織り込まれていたんでしょうね。だからそのリークの情報を知らない向きが朝方打って売りに回ったんですけども、でもでだいぶそれ、いやそれはちゃうねみたいな感じですね。それで戻してると 38,213 です。とりあえず今日1日はですね、これで済みました。まあ 38,213 という数字はですね、バブル後高値を抜けてませんね。 38,900 でしたから。なんでですね、あんまり高い数字ではないんですけどね、ここ最近としては。でもまあ悪くはないと思うんですね。あとはこの先ですね。で、夏は夏枯れ相場なんて言って、どっちかというとあんまり取引は低調なんですけど、まあどう展開するかというところはちょっとした見ものですね。で、ドル円 152.423、 これはね、もうちょっと円高に行くんちゃうんかなという気がします。 0.25 にしたところで、いまだに日米金利差は 5% あるんですよ。なんでですね、本来円安に行っていいはずですけどね。でも先の先を読めばですね、トランプなんてやつが大統領になる可能性が高まってきました。そうすると FRB は、ね、利下げに動くはずです。むちゃくちゃプレッシャーかけますからね、トランプは FRB に。で、日本にもですね、お前らやって円安なんかしてんのちゃうぞってプレッシャーかけてくるわけですよ。なんでですね、先の先を見れば円高なんですね。さて、これはもうすでに終わりました。次は9月だったと思います。8月は確かないんですよね。ないんで、あれです、どうするのかと、どう動くのかという感じですけども、9月にまた 0.25 なんていうことになりますとですね、合わせて 0.5 ですよね。まあ、日銀にしてはすごいと思います、もしそれをやれば。ですね、インフレになって、インフレちゃうわ、金利があってですね、悪いこともあればいいこともあるわけです。いいことは何かというとですね、銀行がですね、利益を出しやすくなるんです。しかしね、このね、金利ゼロにしてね、この十数年ね、よく銀行がですね持ってきたなと思うんですね。不思議でしゃあないですよ。金利ゼロですからですね、利ざやを取るのが銀行商売でしょ。利ざやがそんなにないんですよ、銀行。
だから住宅ローンとかですね、そんなばっかりやってたわけですね。で年寄りにですね、変な仕組み債とか売るとかね、まあ騙してるわけですよ、簡単に言えば。騙してですね、リスク商品を買わせてですね、それで、まあ、損をさせるというようなことをやりながらですね、生きて残ってきたわけですけど、まあ、本来のですね、金利差でですね、稼げるようになる可能性が高いわけですね。でその辺がいいところであってですね、あとはですね、お年寄りとかがどうですね、まあ、昔はいたんですよ、金利生活者っていうのは。例えば1億円ぐらい持ってる、金融資産持ってる人って、まあ、日本ではざらにいるんですけど、1億円についてですね 0.25 っていくらかと言いますとですね、25万円かな、25万円。1億円持ってる人は年にですね25万円ですね、金利収入が得られるということですね。でそれを使うわけですね。昔はだから 5% じゃあ提供金にしたら 5% なんて時代があったんですけど、そしたら1億円あると500万でしょ。まあつつましく暮らせばなんとかやっていける額でしょ。まあ 5% の、 税金取られて400万になるんですよね。まあなんとかやっていけるということでですね、そういう人たちにとってはですね、金利収入が増えるということですね。なんで悪くはないわけです。だからですね、早く増やしゃいいのにと。で何よりもですね、金利があればですね、不況になった時にその金利を下げることができるんですね。今まではゼロでしょう。ゼロであれば金利を下げることができないわけです。だからですね、どうなんやろうと思いましたけど、まあまあ言うて 0.25 っていうのは、まあ、ゼロに近いんですけどね。ゼロに近い金利なんで、これからも上げていくべきでしょうね。だから次回は9月の会合に注目ということです。特に貼るページないんで、私がいつも見ているですね、株を見ているページ、そこを貼っておきましょう。金利が上がって、株も上がったという日本経済でございます。はい、皆さんどうもありがとうございました。